ここのお店は去年の3月にできたお店でまだ1年も経ってない、ところになります。もともとここ自体は飲食店をやってた場所なので、そこの居抜きという形ではあるんで、元のキッチンがあったりとかするような場所でした。で、かつてエコダこの地域はもう前からお店をやってて、で前働いてたお店ももう本当すぐ歩いて5分ぐらいのところにあるお店なんですけど、そこから独立という形で新しくお店を作ろうということで、ちょうどテナントがあったので、ここでお店を開くことになりました。で、その前のお店の時からもちょっとコーヒーは、ハンドドリップで入れてということをしてまして、コーヒーはちょっと自分でも、特別に扱っているものだと思っています。で、今日こういうイベントを、中澤さんの方から紹介してもらって今日、やらせてもらうことになるにあたって、ちょっとコーヒーのクイズ、目の前にある10問なんですけど、ちょっとややひねった問題が結構難しい、多いものになってます。で、10問ありますので、まずそれを解いていただくっていうのが、最初の第1問目だろう。第1部がコーヒークイズで、第2部はコーヒーとお酒の飲みやすいワークショップみたいなものをやる予定です。じゃあ、ですね、早速なんですけど、ちょっとテストみたいであれなんですけど、なんか目の前にペンと問題用紙がありますね。それでですね、今から、10問あるので、自分の回答に丸をつけていただいて、後で答え合わせをしますので、正解が一番多かった方には、このイエルプマグカップケットを持っていただいて、で、ここにコーヒーがあります。こっちが、白いコーヒー、こっちが中入りになっています。で、このシートのテイスティングシートですね。6回飲める。おすすめだろう、これ。ディサロの。これイタリアのお酒なんですけども、そう、マリン豆腐のような香りもあって、このまま飲んでもいいやという。そう、でも温かくても冷たくてもこれも結構コーヒーの味と。あれはアンミン豆腐の香りがする。